大丈夫です。これを受けて、はい、いや、せっかくなんで、あの NHK 問題で、はい、いいですか、はい、あの、冒頭、あの浜田さんから報告があった参議院 の、 あの行政監視委員会で、浜田さんからあの総務省として NHK 集金人の対処の心構えをとお願いしますというふうに武田総務大臣に言ったところ、大臣からは消費生活センターへの苦情や NHK の対応を注視していくっていうコメントだったんですけども、まあ、そうですね、立花さんからあったんです、改めて。いやいや、あのだから、あの、まあ、我々がその菅政権を応援する、武田総務大臣を応援するっていうことの発端はもともと上杉幹事長のパイプでやってきたわけですね。で、その上杉幹事長の言ってることをある程度信用した上での官邸とのやり取りであったところが、まあ、我々の求めているその割増金のものとかがしっかりと盛り込まれていなかったところらへんからちょっと疑義が生じてきているんですね。だから上杉氏のそのパイプ役自体が彼自身にまあ問題が、まさに瑕疵がある人物なので、そこでうまくいってなかったと。で、かつ、まあ、これだけ内閣支持率が、まあ、私があの官邸と話したのは去年の11月なので、まだ支持率半分以上あったんですよね。ちょっと落ちたぐらいのことなんで、まあ、そこから今の支持率が下がっていることについては、まあ、武田総務大臣としてはあの明確に NHK のスクランブル化とか言えばね、バーッと V 字回復すると思うんですよ。あのボリス・ジョンソンさんがイギリスで言ったようにね、うん、でもそれをされずに、まあ、今防戦一方ですよね、武田総務大臣。その姿を見て先ほど浜田君も言った通り、ちょっとまあやっぱり期待外れかなっていうか、まあ、いわゆるやっぱ自民党の議員でそこまでこうなんていうのかな、うん、自分の意見を通せる人っていうのは結局渡辺芳美先生みたいに離党になっていっちゃうので、うん、あの口先だけは威勢がいいけど、やっぱりいろんな支援団体からも言われて、自分の、まあ、武田良太さんは個人的にはいろいろとやりたいと思ってると思いますよ、フジテレビの問題についても、うん、なかなかいろんなしがらみがあってできないんじゃないかなっていうのは、ちょっとそこは気の毒だなと思います。あの委員会の時にその武田大臣 の、 その地元のテレビでの発言について浜田さんがあの言及された時に、あの委員会室であの笑いが起きてたと思うんですけども、あの意味が理解できなかったです。 どういうニュアンスだったのかって、もし解説いただければ。いや、あれは私も理解できない。あ、やっぱり、あ、そう、あれ笑いですよね、はい、そうそう、まあ、私自身があれでちょっと戸惑ったのに、ね、あります、うん、なんであれ周りが笑ったのかね、なんか不思議でしたよね。だからなんか浜田議員はそういう普通聞かない、大人は聞かない子供の質問をしてるみたいな感じじゃないの、王様は裸だって言ってるとみんな笑うのかみたいな感じじゃないの、そんなことを聞くのかはははじゃない、もうあっけに取られてる笑いなのかな、ちょっと、うん、だから大臣としての答弁と一個人としての答弁が変わるんですよね、平気で。丸川珠代さんもそうじゃないですか、自分がある意味旧姓を使って選挙出てるのに夫婦別姓はダメです、うん、あのダメですって、夫婦同じ名前ですって、あんた自分が丸川やんって言われたら、いや私は大臣ですから大臣の立場ありますっていうのを、まあ浜田君が突っ込んだから笑ったのかな、ちょっとわからないですね。そうです、なんかあの笑いはちょっと嫌な感じに取れたんで。いや、もうでもあの笑いがまさに国会で 90% しか NHK のスクランブル放送を求めていないっていうことじゃないんですか。あれ皆さんどう思ってるかわからないですけど、僕があの場にいたら、浜田のポジションにいたら多分メンタルやられますよ、うん、国民の半分はスクランブルでしょ。でも国会の委員会で言うと周りの人たちが何言ってんねや俺らみたいな圧がかかるんですよ。でこれ結構大変なんですよ。僕も船橋の議員でも葛飾でもやりましたけど、世間では多数派、ある程度の味方がいても議会では完全に孤立するんで、そうやって潰してくるんですよ。それが自民党や立憲民主党なんですよ。一緒ですからね、立憲民主党も国民、あの自民党も一緒ですから。
そう、もう同じ考えで国会議員になって金儲けをした人たちがやってるだけで、そんなのほとんど一緒なんで、組織をもらってる人たちだから、NHK のことに対して何か言ったら、もう NHK の報道で自分の悪口言われたら終わりだから、内外に NHK 守ってるっていうところでやるわけでしょ。そういうのが、そういう笑いで圧力をかけるとかっていうことでしょ。あの電報オークションの件について言及された時も かなりの勇気だなと思って僕は聞いてたんですが、あの場の雰囲気っていうか どこだったのかなっていうのが気になりますが、いかがだったでしょうか。いや、電報オークションの時は特に何も思わなかったですけどね。まあ、あのただ、まあ、今日の昼前ですかね、電報オークションのまあ、推進している議員さんとちょっとすれ違って、 ありがとうございましたとは言われましたね、はい。まあ、推進したい議員さんは何人かいるとは思います。だからそれは僕も地方の時の経験があるんですけど、うん、みんな個人的にはやりたくても組織としてできないんですよ。だから一緒の部屋に行ったら、例えば同じ会派室におった議員が、私はこれは反対だと、いわゆるその例えば同一賃金にした方がいい、でも労働組合は同一賃金嫌なんですよ。それは当たり前ですよね。アルバイトと私たちは料金が違う。だから支持団体からは反対しろと言われてるけど、個人的には賛成したい。めっちゃ悩んでましたよ。立場さんどうしたらいいですかって言うから、立場さんいいですよね、全部個人の思想がそのままいけるから、私はここで反対したら次の選挙落選なんですよ。いや、だから そういう人たちが、だから自分の考えを押し通すのか、自分に票を入れてくれた人の代表者として考えるのかっていう板挟みがあるんじゃないですか、その人たちの声からすればね。その議員からすれば個人で当選してるわけじゃないんで、当選させてくれた人ので当選してるから、個人としては、電報オークション賛成だけど、当然当選させてくれた人の大半は電報オークションがするなっていう人たちだから、そうやって言うんじゃない。だから普通に加田さんにも言われてよ、加田さんって滋賀の知事で今参議院選挙して、普通に俺の隣だったから議員席でこうやって紙出てきて、昨日のアベマ TV 見ました、立花さんの勝ちですよとか入れてきたからこれ YouTube でやっていいんですかって、いやダメですとか言ってますけどそれぐらいええやろ分からないですよ、ああいう人たちって。だから個人の思いを言って、なんかでもね、すり寄ってくる感はすごいですよ。わかります、このすり寄ってくる感、議員のない、他の議員すり寄ってくる感。僕は異質なんで、いや他の議員は表上めっちゃ立花さんって来るよ、うん、俺地方議会の時めっちゃ感じたよ。悪口言われたくないからだね。あいつがあったやん、スーパークレイジー君がそうじゃん、はい、スーパークレイジー君応援してます、写真撮ってくださいって写真撮りながら、あいつの当選部こうになってたやつおったやん。あんな感じ、あんなやつばっかりあれめっちゃ多い、あれの。だから表向き、もうとにかく政治家になる人って自分の考えよりも相手の考えに忖度して、そうですよねって言って票を取る人たちなんで、もうその相手が喜びそうな流れを持っていくのが得意な人も多いということで、どれが本心かわからない、それ言うんやったらやれよみたいなそういう世界に生きていたり、一連の騒動とかを経験したりする、はい、その人間不信になったりしないんですか。人間不信よ人間不信っていうかそもそももう人なんて信用してないからそう、信用してないから腹が立たない。うん、これ信用すると腹が立つのよ、うん、だからもちろん内心信用してるよ、でも誰も自分以外は家族を含めて信用しないというスタンスで生きてるから、メンタルが持ってるだけで、信用してる人に裏切られたらそれは誰でもがメンタル崩壊するから、
だからこう繰り返し裏切り続けられてるから持ってるけど、だから早く政治家なんか辞めたい、うん、それはもう心底から思ってる。だからパチンコどう作ってるのも、俺早く政治家辞めてパチンコでゆっくりしたい、パチンコしながら穏やかに猫と過ごして生活を送りたい、たまにゴルフぐらいで、そういうレベル、そこに持っていきたいんだけど、そうさせてくれないから困ってる。